今度の日曜日が投開票の県知事選挙。今日、聖籠町では専門学校生が期日前投票で一票を投じました。聖籠町役場にやってきたバス、乗っていたのは聖籠町のジャパンサッカーカレッジに通う専門学校生です。候補者の氏名を書いてください。はい、その目的は期日前投票です。選挙への関心を高めてもらおうと、この学校では4年前から学生が期日前投票に参加できる機会を設けています。今日はおよそ40人の学生が1票を投じました。新潟のためになるように、自分の1票を入れました。年齢が低くてもやっぱこういう町に協力できるような行事にはやっぱり積極的に関わっていきたいと思うので参加させていただきました。これから社会に出て大人、より大人になっていくので、やっぱ興味持って選挙に参加しました。今日はみんなも新潟に集まれるような町になってほしいと思ってます。期日前投票の受付は一部を除き28日までで、投開票は29日に行われます。